ボスラジオ。はい、始まりました。エンボスラジオ。今日は第93回です。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日も、北村健二君に来てもらってお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、前回の、放送でもう結構深掘りをして、いろいろ聞いてきたんですけども、まあ、大学卒業に、まあ、なんとか、こう、留学をして、で、マラウイ行って帰ってきて、卒論書いて、で、学部を出たわけなんですけども、まあ、その後、アメリカの大学、院に進学をしているわけですよね。で、院に進学するってことは、当然、まあ、試験やら何やら、まあ、試験がどうかわかんないですけど、手続きが、まあ、少なくともあると。どういうふうな、まあ、道のりで、アメリカの大学院に行き、そしてそこでどういうことを学んで今に至るのかというところをまずは聞いていきたいと思うんですけども、在学中からいろんなことを、その進学に向けた手続きというか動きをしてたと思うんですけども、具体的にそのあたりはどういう感じで動いてたんでしょうか。そうですね、なんか先ほど確か話したのが多分最初のきっかけというか、いつ頃からアメリカの大学に目指したかみたいなのは、うん、3年生ぐらいからちょっと考えていたっていう感じなんですけど、ゴールとしては、うん、1月ぐらい、1月にアプリケーションがデッドラインがあるんですよね、うん、締め切りがあるので、はい、まあ、そこを目指してやるっていう感じです。なので日本の大学を卒業する人からしてみると、卒業の、まあ、3、4ヶ月前ぐらいにアメリカの大学院の試験の締め切りがあるっていう感じ、うん、試験というか受験の締め切りがあるっていう感じなんですけど、うん、まあ、それに向けてせかせかといろいろ半年ぐらい準備してたっていう感じですね。で、まあ、具体的にはその試験っていうのが2つぐらいあって、1つはもうトフルもしくはアイル、うん、英語の試験で、もう1つは GRE っていうグラジュエートリポートエグザミネーションっていうやつがあるんですけど、まあ、センター試験みたいな感じで、大学ごとのやってないんですけど、大学に受ける人はみんな受けなきゃいけないみたいな感じの試験があって、まあ、これがなんかちょっと KL カーと GMAT とか違うやつもあったりするんですけど、まあ、基本的なやつは GRE ってやつを受けて、それはまあなんか語学力もそうですけど、批判的思考みたいな感じを絡めた語学力と、うん、あと数学、まあ、批判的思考を絡めた数学と作文、この3つからなる試験があって、まあ、ただそれはトフルもその GRE っていう試験も割と足切りに使われるっていう雰囲気が強いので、うん、そこまで重要じゃなくって、一番重要って言われてるのは、ステートメントパパスっていう、何ですか、志望動機書みたいな感じなんですけど、なぜあなたはこの大学に入りたいのかとか、うん、入ってないのかみたいな作文がすごい重要で、うん、それは多分3、4ヶ月何十回もドラフトして、まあ、当時の筑波大学で、うん、知り合った留学生とかに添削してもらったりとか、指導教官に添削してもらったりとかっていうことを、それに多分一番時間使いましたね。半年ぐらい準備をかけたってことは、アメリカ留学時代からもうスタートは切ってたんだ、1月を見ると。そうですね。具体的な、一番最初何やったかっていうのは、大学院とりあえず教授に会いに行ってみるっていう感じですね。アメリカにちょうどいたので、受験しようと思ってた大学、4つか5つぐらいあったんですけど、そのうちの2つアポ取れたところは、先生に会いに行って、どんな感じか聞いたりとか、まあ、コネクションを作るってことをしてました。で、日本帰ってきて、で、マラウィいる間は忙しかったんですけど、マラウィから帰ってきた8月、9月頃から、1ヶ月か2ヶ月ぐらい受験勉強をして、まあ、同時にさっき言った、ステートメントパーパス作文をして、で、11月、12月ぐらいが一番忙しくて、卒論のピークと、まあ、受験のピークが重なるんで、そういうのを準備しつつ、あとお金がなかったんで、うん、奨学金を多分10個ぐらいアプライしましたね、日本の奨学金を。やっぱアメリカの大学にはお金かかっちゃうもんね、勉強するってなって。そうですね。まあ、かなりじゃあタフ、本当にタフなラスト半年、ね、大学生活だった感じだね、10月からその卒業までっていうのは。タフだったんですけど、当時すごい頼もしかったのが、国際の1校の先輩なんですけど、5年前残ってた先輩で、2人ぐらい同じ時期にアメリカの大学院に受験する人がいたので、その2人と一緒に3人でいつもその、うん、相談したりとか勉強をし合いながらやってたんで、なんか結構ノリでいけたっていう感じがしましたね。なるほど、まあ、やっぱさっきの一部での話じゃないけど、仲間がいたというか味方がいたっていうのは大きかったんだね、そのきつい時期を乗り切るっていうのにあたって、うん、一番きつかったのがその就活とか周りみんなしてて、10月とかになるとみんな、うん、何でしたっけ、入社式じゃないけどなんかあるじゃないですか。あるある、うん、内定式。
内定式、内定式とかに行く、つくばエクスプレスの駅でみんなスーツとか着て内定式行くところを、僕、スタバでパジャマみたいな格好で英語の勉強してたんで、まあ、なんかいいな。まあ、そらそうなるわな、まあ、そこは。まあ、そうね。それは、その気持ちはすごくわかるな、なんか。で、実際に1月にアプライをしたら、その後はどんな動きになるの？早ければ3週間ぐらい、遅くとも2ヶ月ぐらいで結果が来て、うん、4校アプライしたんですけど、3校合格来て、うん、で、1校はなんとなく、あ、もうこれは切ろうみたいな感じで思ったんですけど、その2校どっち行くか、すごい考えちゃって、うん、で、こういう人生で結構重要な選択を、なんか、シラフでやっちゃいけないなっていうふうに思って、うん、先輩のうちに当時なんかちょっと家がなかったら居候してたんですけど、うん、あの、つくばエクスプレスの近くのうちで居候してたんで、飲みに行きましょうって言って、うん、TX のところの、あの、センターのところのサイゼリアで、マグナムっていう1本1000円のワインを2本ぐらい開けて、ベロベロになって、さらにドラッグストアに行って、芋焼酎買って、飲んだ後にダーツをして決めました。ダーツでやったのが、コロンビア大学だったんで、それでコロンビア大学に、進学を決めて、もう一つの大学に酔っ払ったまま、酔いが覚めないうちに、オファーを断るようなメールを書いて、決めました、そこで。それ、なんでそうしたの？なんでやっぱり、人生で重要な選択って、こう、真面目にやっちゃうと、後からなんか、ああしとけばよかった、こうしとけばよかったって思うんですけど、うん、ランダムで決めちゃったら、なんかもう後悔のしようないじゃないですか。うん、まあまあまあ、まあそうなんだけど、あ、まあ、当たったダーツはどうしようもないからってことだよね。そうですね。ダーツもそのストローと画鋲と紙で手作りして作りました、うん。で、人生を決める一投になったわけだ。はい。覚えてる？それ。まあ覚えてねえのか、それもう泥酔してるもんね。いや、覚えてますね。で、その先輩のうちに泊まってた先輩がずっとあの動画を撮りながら、うん。うん、僕が酔っ払いながら、あの、オファーをもらったんだけど、断る方の大学にメールを書いていて、うん、僕にタイプができないみたいな動画残ってるので、それをちょっと覚えてます、ね。なんかでも、これは悩んでる人にとっては一つありかもね。悩むからこう、うん、あの、後から振り返っちゃうんだと。まあ、結構、中途半端に頭がいい人が真面目に考えても、まともな決断ってできないはずなので、うん、僕は結構中途半端に頭がいいぐらいの知れてるレベルなので、あんまり大事な決断は自分のその思考に頼らないようにしてますね。これはちょっと新しい発想だけど。いや、でも、なんか、あのね、実は結構理にかなってたりとかしてて。うん。ほら、あの、よくさ、5分考えるのもさ、30分考えるのも結構一緒やったりするから、うん、長考ってあんまり意味ないのよ。うん。長考ってあんまり意味ないし、で、何よりも。長考ってかゼロやろ。いや、そうそう。やし、その、お酒入ってるってことはさ、で、なんていうの、まあ、自制心がさ、ブレーキ効かないわけじゃん。うん、その状態で物事を決めるって、まあ、ある意味合理的な部分があると思うんだよね。俺は先生。まあ、ある種だから、どっちもケンジにとっては決して悪い選択じゃなかったんだよね。そういうことだよね。おっしゃる通りです。なので逆に言うと、ちょっと考えて、うん、なんかそんなに頭良くない自分を考えて、一方を選んでると、多分入浴した後に、うん、もしかしたらあっちが良かったんじゃないかっていう考えが、うん、浮かぶ気がしたんですよね、うん、最初から考えずにランダムで決めておくと、うん、もうなんかその決まった方しか考えない、もう比較をしないみたいな話にきっぱりできるので、うん、多分そっちの方がいいかなっていう気がしてました、うん、ある種このケンジの原動力の根底を見たような今エピソードになりましたけど、まあそんなダーツの矢が当たった大学が決まったのがだからいつ頃、うん、3月ぐらい3月ぐらいですね、はい。で、そこからはじゃあ、いよいよ渡航の準備に入っていくわけか。そうです、はい。ビザ取ったり。そうですね。奨学金が結構、遅いやつは、その渡航する数ヶ月前ぐらいまで書類とか面接があったので、結構それはバタバタしてましたね。うん、え、実際にそのアメリカに飛んだのが、それで言うとビザとかが全部取れて、落ち着いたのが。8月の30日ぐらい、確か僕一回飲みすぎて飛行機をすっぽかしたんですよね。でもう一回飛行機取り直して、うん、8月の30日か31日ギリギリで飛びました、うん、まあだからお酒飲むのはいいことばっかりじゃないっていうことだと思うんだけど、うん、で実際それでまあ手続き各所手続き大学の入学手続きでお金払ってビザ取って奨学金も全部なんとかしてアメリカに入ったわけだ。そうです。実際どうでしたアメリカの大学院生活って。まあざっくり聞くんだけど、やっぱ勉強がすごく忙しいとかそういう研究がすごい大変だっていう日本の大学以上にねっていう印象はあるんだけど、実際にそのあたりはどうなの？
もちろんそのアメリカの中でも大学によってのバリエーションと分野によってのバリエーションっていうのはすごく大きいんですけど、うん、ここで僕が行ったコロンビア大学のティーチャーズカレッジっていう教育大学院、まあ、教育を勉強するした経験から言えば、あの研究で求められている期待値っていうのは日本の修士全般よりも圧倒的に低いですね。っていうのも、うん、修士学生っていうのはあくまでもお客さんっていうか金を払ってくれて、うん、そのお金を使って博士学生ををファンドするっていうようなメカニズムなので、別にそんなに研究とかを頑張らなくても全然生きてはいけます。卒業もそんな大変じゃないです。でもちろんその選ぶ授業によればよってはすごい大変なんですけど、うん、なんかそんなに生き残るのは大変じゃなくて、でむしろそのお客様っていう感じが大学側からしても強いですし、学生側もそういうなんていうんですかね、感覚でいる人が多いので、うん、逆に僕はすっごい研究したいみたいな感じのバカ真面目に入って、いい意味で浮いてたというか、こんな研究したい修士学生でなかなかいないっていうことで、うん、周りに評価してもらったりとか、僕はもう本当に2年間で足りないぐらい楽しい日々を過ごしていて、うん、で多分ニューヨークにいたんですけど、自由の女神も一回も見てないですし、なんかあんまり遊びに行ってないみたいな感じで、それをちょっとかっこいい自分みたいな感じにちょっとよ自分に酔いながらずっと書館にこもって勉強とか研究をしてました。そのやっぱその現地で研究をするっていう、日本ではではなくアメリカでその分野を研究した意義ってどこにあったのかな。うーん、何か感じる部分ってある？なかなかすごい質問ですね、うん、日本の大学院を経験してないんでわからないですけど、うん、やっぱり大学のネームバリューっていうのは結構あると思いますね。いろいろなんか研究する過程で必要なコーディネーションとか交渉で話が通しやすい部分があって、うんうん、僕修士の研究を一応ネパールでやったんですけど、うん、なんか人を集める上だったりとか、何か政府に話を通す、うん、地方の政府に話を通して許可をもらうとかっていう時に、別にそんなコロンビア大学っていうのを全面に押し出したわけじゃないですけど、うん、ある程度なんかその変などこの馬の骨かも分かんないような、なんか聞いたこともない大学から来た学生っていう感じじゃなかったので、うんうんうん、そういうネームバリューとかはあったと思うんですけど、まあ、あとはそのアメリカだからっていうよりかは、一応コロンビア大学の教育大学院ってすごい老舗というか、昔から有名なところで、うん、有名な教授とかもいるので、リソースとしては使い切れないほどそのすごい貴重なリソースがあったので、本当毎日楽しかったっていう感じですね。やっぱその研究というか自分の一番興味のあるど真ん中のことに毎日触れられて、新しい知識があって、そういったそれが欲しいものがあったら手に入れられる環境がっていうのがすごく魅力的だったんだ。そうですね、はい。で今聞いてると、その中で研究調査で今まさに滞在しているネパールを題材にしたっていうのは、そのある種東南アジア、アメリカにいながら東南アジアを研究のフィールドに決めたっていうのは何か思いがあったのか。いや、すごい適当ですね。学部2年生か3年生の時にネパールの NGO で実はインターンをして、それがまあ初めてネパールに来たタイミングだったんですけど、そこでお世話になった方がユニセフの方 で、うん、でそれからなんとなく、実はその人がネパール人の方なんですけど、10年間日本にいらっしゃって、修士と博士号を取って日本語ペラペラみたいな感じなんですけど、なんかいろいろ研究の相談とかをしていて、お互いこうコンタクトを取り合ってたんですけど、僕がその修士を始まるか始まらないかぐらいのタイミングで、ちょっとユニセフがやってる仕事で手伝ってほしいことがあるってことで、まあ、ボランティアでそのプロジェクトを半年間ぐらい手伝わせてもらったんですけど、そこでなんかいろんな政府の人とか現地の人のフィードバックとかを聞、まあ、会話とかを聞いてる中で、なんか幼児教育っていう僕の専門分野に関して、結構みんな子どもたちがこんな最新国でも8割9割ぐらいは幼稚園と保育所に通われてるんですけど、うん、まあ、その質っていうものに対して理解が全くない、そもそも議論が存在しないっていう状況で、なんかそれに関して研究してみたいなみたいなやつが、その修士の入学ぐらいのタイミングであったんですよね、そのネパールとのつながりのボランティアで、うんうん、でそれから僕ともう一人、違う大学の博士課程の方で、うん、同じボランティアをしていた方とずっと話してる中で、ネパールで研究をしたいねみたいな話が盛り上がって、うん、まあ、なので1年生の最初の頃からそのネパールの現地調査っていうのを計画していて、ほぼ1年間かけて計画したものを、まあ、2年生と1年生の間の夏休みに現地調査行って3ヶ月でデータ収集して、うんうん、まあ、それを使っていろいろ論文を書くってことをやってました。うーん、いや本当に言ったらあれだけど、たまたまの人の出会いっていうところがきっかけとして大きかったんだ。
っていうか、それが 100% ですね。はい。ああ、やっぱそのくらい、そのインターンでの出会いっていうのは大きかったんだ。今もコミュニケーション取ってるの？その方。まあ当然今同僚なのか先輩なのかわかんないけど、そういう人になってるかと思う。実はその方が、そのネパールでの現地調査を終わったタイミング、まあ、やってる途中に、僕が持ってるようなスキルを生かして、うん、今僕がやってる政府の仕事をやってほしいっていう話をなんとなく、カジュアルに聞いたんですけど、ネパールでの現地調査を終えて1ヶ月後ぐらいに、割と正式なオファーをいただいたんですよね。うん、卒業した後2年間、うん、ユニセフがファンドするので政府に出向して、こういう仕事をやってくれないかってことを、もう政府側とも話が進んだけど、どうなのっていうオファーをもらったっていう感じです。あ、じゃあ本当にその人との出会いがきっかけで今の仕事、最初一部で話してくれたところにつながっていったわけだ。はい。はい、その方が要は僕の上司ですし、うん、さっき言ったいろいろ味方をしてくれる人ですし、全部その僕を雇うためのファンドを持ってきたような方です。うん、なるほど。すげえ、なんか綺麗に話がつながったね。一回目とね。率直にその、ある種ずっと言ってたやんか、国際機関のキラキラしたかっこよさに憧れた。で、まさにそのオファーが来たわけじゃないですか。そうです。その瞬間ってどう思う？いや、その時は全然乗り気じゃなかったんですよね。なんか研究が楽しすぎて、さっき言ったんですけど、コロンビア大学との研究が楽しすぎて、もっとやりたい、もっとやりたいっていう、こんな自分研究好きなんだっていう感じがあったので、うんうん、その時からもう博士課程の進学っていうのを考えていて、で、実際にその博士で指導していただきたい教授のところに訪問したりとかっていうのはしてたんですよ。うん。その中でオファーをもらったので、どうしようかなっていう感じで、正直、7-3 ぐらいで進行を考えてたんですけど、うん、その上司のオファーを出してくれた方には、その僕のような課題感を持ってる人間、つまり論文を書いて、いいジャーナルに出して研究者として名前を、上げるっていうよりかは、何かこう現実にこうは還元できるような研究をしたい、政策にかかる研究をしたいっていう人間は、うん、もう少しなんか政策周りとかを見ておいた方がいいっていう、絶対研究者として働いた方がいいっていうぐらい強く、助言をいただいてたので、ちょっと気持ちが動いたりとか、またその中でも結構いろいろ迷って、最終的にはコインとして決めたんですけど、またか。はい。それまでは結構考えてましたし、一応その上司の方にも、すごい迷ってるんで、コインとしますって言って、その結果をお伝えして、オファーを、受けたっていう感じですね。ちなみにまた、その時の話、ぜひ聞きたいですけど、飲んで、これ。いや、その時飲んでなかったと思いますね。単純に友達は5人いたんで、5人全員にコイントしてもらって、3枚表が出たら行くみたいな話で、4枚出たんですよね。あ、これも行く、うん、行く決定だってこと。神様じゃないですけど、何かが行けと。そうですね。コイントスで決めますって言われた、その上司のリアクションはどうだったの？それ。いや、でも結構理解してくれてる方なので、はい。あ、ケンジってそういう人だよねっていう。なんかコイントスも適当っていうか、すごい考えた上での最終的なコイントスだったので。はい。まあ、だから、大学院決めるときも、今回もそうやけど、どっちに転んでも、まあ、問題ないというか、優劣があるようなものじゃないもんね。どっちもね。そうですね。で、むしろ、だからさっき多分、一番最初の頃にお話ししたネパールでの仕事がなかなか大変で、まあ、9割大変。うん、すごい楽しいみたいな環境で、うん、もしかしたらその時に決めた覚悟みたいなやつが、うん、メンタルを支える上で多分 5% ぐらい役に立ってるかもしれないです。だからある種やっぱり大学に行っとけばよかったっていう発想になってないということが一つ支えになってるってことなのかな。はい、はあ、これはなかなか真似できないけど、そうやって言われるとそうなのかもしれない。だから考えて考えて考え抜いて、こっちに行ったらこう、こっちに行ったらこう、どっちか選べないと、うん、だったらっていう、いうところまで行ってからやってみることだね、当然。そうですね、はい。そう言われるとなんか、うんうんうん、それは納得感があるというか、僕の大好きな漫画の宇宙兄弟もじゃんけんするシーンあるんですけど、それに近いですね。はい。覚えてます、マシン。あれ、あんな感じでしょ？言ったら。そうですね。で、そんなことがきっかけで、卒業後、マネパールに行って、自分で話したようなお仕事を今されてるわけですけど、はい、2年間の契約、そうそうね、いい時間なんで、契約がそろそろ来ちゃうっていう状況になってるけど、今後の進路とか、やりたいこと、うん、やることっていうのは決まってるの？そうですね。もう2ヶ月後から、その博士課程、アメリカの大学院に行って博士課程を始めることに決まってます。
それは具体的にはどういう研究内容でというかやるのかな。行く大学はハーバード大学の教育大学院なんですけど、うん、教育大学院の中に3つの専攻みたいなやつがあって、うん、まあ、ポリシーっていう少し大枠やるところと、うん、組織論とかあとカルチャーとかってやるような、うん、ちょっとなんていうんですかね、ぼやっとしてるようなところと、うん、もう一つはあの子どもの発達とか、うん、をやるような発達心理学みたいなちょっと小さい規模のところがあるんですけど、僕はその3つ目のところで、修士、うん、まではどちらかというと政策的な視点だったんですけど、うん、博士からはもう少し子どもの発達に関してすごく深く理解をして、それをいかに政策とか現実に還元するか、政策として還元するかみたいなことを研究やりたいなっていうふうに思ってるんですけど、それが大まかな話で、具体的にはそのこういう研究テーマがありますってことを、まあ、志望動機書に書いて、それをもとに、まあ、数学といろいろ話をして決めていくっていう感じなんですけど、大枠はそんな感じですね。あんまり変わらず、世界の子どもの発達とか幼児教育とか子育てみたいなテーマですごい気になっていることを研究していくっていう感じです。ではでは、川瀬さん、いつもの質問にここから入るんだけど、まあ、これから大学に入られてからの5年後、まあ、その5年間で博士課程を取れるか取れないかっていうのはちょっとわかんないんだけど、今後やりたいこととか、その研究をした先にこんなことがやってみたいなとかっていう青写真はあるのかな、現地の中で。一応、その博士課程が6年間なんですよね。で、6年間のファンディングを一応いただいていきますし、うん、先輩方も大体6年間過ごすので、うん、でも5年後っていうと、まあ、博士論文書いてるかなみたいな感じなんですけど、うん、割とその後のビジョンっていうのはないっていうほどなくもないんですけど、あんまそこまで考えてなくて、とにかくこの5、6年間を楽しむっていう、うん、めちゃくちゃ楽しんで研究するっていうことを今まず考えてはいるんですけど、うん、前まではなんかちょっと実務寄りの研究者になりたいみたいな、それこそ国際機関と か、うん、なんか研究所とか NGO でもいいですけど、うん、まあ、政策に直接関わるような研究をしたいというふうに思っていて、うん、大学みたいなアカデミックな世界に関心なかったんですけど、うん、まあ、いろんなことを考えているうちに、なんかちょっとアカデミックなこともいいなみたいな、うん、まあ、アカデミックなゴリゴリの研究をしたいっていうのもあるんですけど、なんかちょっと教育をして仲間を増やしたいみたいな感覚が結構出てきて、うん、うん、まあ、なので大学でのそういうアカデミックなポストを目指すか、まあ、どうなるか分かんないですけど、とりあえず研究はずっと続けていきたいというふうに思っています。なるほどね。やっぱりここまで行っても楽しみたいっていう気持ちが、やっぱり研究の中では大事な要素になっているのかな。そうですね。結構そんな忍耐強い人間じゃないんで、なんか楽しくないと続けられないとか、そもそもなんかできないですね、仕事が。うんうんうん、なので、なんかやっぱり自分がいろんな意味で楽しいと思っていることが重要かなとは思います。同時にその仲間を作りたいっていうのは、今日ここまでの変遷を経て、やっぱそういう人がね、大学院入試の時にもいたし、うん、今賢治をネパールに連れてきた人との出会いもそうだし、もっと遡れば東大の時代もそうだったと思うんだけど、やっぱりその出会いというか仲間っていうのもものすごく大切なのかな、賢治にとって。なんかその具体的になんか大学で教授職とかしてとかをとして働いて仲間を増やしたいっていうのは、どちらかというと自分のこう私生活での仲間とか、自分の生活を支えられる仲間っていうよりかは、うん、自分が今なんかこう、あ、これは嫌だなとか、これはちょっと変えたいなみたいな課題が結構大きくって、それに立ち向かうためには、うん、多分、どう頑張っても自分の現役人生の3、40年ではもう太刀打ちできないので、次の世代を作る、うん、次の世代の仲間を作るっていう意味でも、なんかちょっとそういうのがいいかなっていうふうに考えてますね。そうだね。そう。いや、すごくその点は僕も共感するところで、やっぱり自分自身の問題意識がある中で、こう研究してて、で、その自分の考えていること、取り組みをいかに人に知ってもらって、そこに共感をしてもらって、年齢、性別、あるいは時代を問わず、世代を問わず、そこにこう一緒に向かっていけるような本当に仲間っていうのは必要だよね。本当そう思うんです。うん、結構なんかもうぼっちで、うん、政府の官僚組織に外国人一人でぼっちで頑張るの結構疲れたんで、うん、仲間欲しいなみたいな。いやさすがの、うん、さすがの検事でも疲れましたが、この2年間は。じゃあちょっと
最後にお聞きするのは、この2年間、まあ、あのコイントスで決まった、ある種研究から離れた現場っていう2年間だったけど、この2年間を振り返っての一番の学びというか、良かったなっていう部分ってどういうところになりますか？なんだろう、自分が思ってた課題っていうのが、多分その今の仕事を始める前に比べて、多分数十倍ぐらいでかくて自分で太刀打ちできないんだろうなみたいな感覚を持ってたことがすごく良くて、良くも悪くも若気の万能感みたいなやつが打ち砕かれて、ちょっとなんか現実的な思考になったけど、でもそれは全然なんか諦めじゃないみたいな、でかい課題だからこそなんかワクワクするみたいな感覚は、まあ、あえて大変だったことを前向きに捉えるとそういう学びだったんじゃないかなっていう気がします。いやー、僕は19から知ってますけど、大人になりましたね。まあ、尖ってたからね。まあ、尖ってたからね。何回か衝突したこともありますしね。僕は。まあ、僕も尖ってましたから、同じように。まあ、年齢を。いやー、ぜひ、この後の活躍は、ね、遠くアメリカにはなってしまいますけど。すごくあれだし、川戸さんもね、同じ分野を日本のフィールドでやられてるんで。そうだね。そうだね。いや、すごく、今日、この話を聞いて、すごくなんか自分自身、こう、なんだろう、奮い立たされるというか、まあ、僕は本当に日本でしか研究はしてないし、で、まあ、しかも領域も保健体育っていうものをベースにしながら、学校の中でっていうのしかやってないから、まあ、もう多分問題意識とかの根底は多分近しいだろうけど、現実的にはあんまり、接点が、なんだろうな、現状ない状況ではあるとは思うんですが、この話を聞いてて、非常にこう自分自身はもっと頑張らなきゃなっていうふうに思えたし、まあ、もう少し個人的な話をして、やっぱりその、問題意識とかを共有して、本当にそれこそ仲間になれたらいいなっていうふうに。思えた。すごくいい時間をもらえて、僕は嬉しいです。今日は本当にありがとうございます。出演してくれて。こちらこそありがとうございました。はい、いやー、よかったです。笠さんどうもありがとうございます。すごく楽しかったです。いやー、OK。じゃあ、ちょっとそろそろね、かなりいい時間になってきましたので、この辺りで締めようと思うんですけども、はい。エンボスラジオの方ですね、今回で93回ということで、かなり溜まってきております。まあ、ぼちぼちとね、こう、特に今日の話なんかも個人的にはこんな少ない人数で閉じとくなんかすげえもったいないと思うんで、どんどんと外に発信していこうと思っています。はい。なので、いつものお願いなんですけども、リスナーさんに関しては、おいては、この ラジオの評価、高評価をつけていただくとともに、登録をする。そして、外に布教活動をしていただければと思います。また今後、筑波大の OB、OG だけじゃなくって、他の大学とも、こう、いろいろコラボしたりとか、何かこう、同じような問題意識持っている人たちと一緒にね、なんかそういうことできればいいかなと思ってますので、これからもエンボスラジオどうぞよろしくお願いします。はい。では、今日はこのあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エンボスラジオ。